ちょっと皆さんの画面に。はい。そんな感じでご紹介します。はい。適当。もう流れております。はい。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。今日は2月23日天皇誕生日ということで、祝日だったかと思いますが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。さてさて、今日もですね、FM ギノワンの生放送でお届けをしております。またツイキャスライブ、YouTube ライブ、そして私の Facebook ライブでは動画配信も合わせて行っております。今日のゲスト、岩田恵子さんへの質問や気になる内容があれば、ぜひぜひ気軽にコメントいただければと思います。ツイキャスと Facebook ライブでコメントを受け付けておりますので、そちらにコメントをいただいたら、極力ご紹介していきたいと思います。今日ね、祝日だったんですけども、早速ツイキャスから高穂さん、ありがとうございます。安さん、岩田さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。東京は午前、雪がちらほら、マジで、うん、知らなかった。雨の一日でしたね。そう、雨がずっと降ってるなと思って、今も降ってますしね。現在約3度ということで、今日はお昼間もすごい寒かったです。寒い中祝日出勤でした。お疲れ様でした。私もね、今日仕事で、2箇所っていうか、まあ、1箇所は自分のオフィスだったんですけど、行きました。すごい寒かった。でも寒いですけど、厚着するんで、厚着したまんま、電車の中に行くとですね、とか屋内に入るとめっちゃ汗かくんですよ、私。もうこの季節が本当に嫌い。はい。皆様いかがでしょうか。本当にね、めっちゃ汗かくの。私、夏なのかなっていうぐらい、私の周りだけなのかなっていうぐらい、めちゃくちゃ暑くなります。皆さんはいかがでしょうか。ヤンポーさん、ヤッホーさやかさん、ゲストさんということで、ヤッホー。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。そして名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。3連休ですが、明日は研修へ行ってきます。お疲れ様です。3連休の中日で仕事ってこと？大変ですね。ありがとうございます。毎週火曜日夜10時、杞憂名古屋の、パーソナリティ、ダンサーズさんです。ありがとうございます。そして、カープボーイさん。さやかちゃん、皆さん、こんばんは、ワン、ワン、ワン。今日は、また19度まで下がってる。あ、マジで。19度ね、沖縄で19度だとちょっと寒い。今週は真夏みたいに暑かったのねって羨ましい。昨日までは今日からまた下がるみたい。どこまで下がるんだろう、気温。14度とかまで下がってた時が確か沖縄でもあった記憶がありますが、いかがでしょうかね。あ、すごい、いっぱい、ちょっとコメント来ているので、もうちょっと読ませてください。どうぞどうぞ。ありがとうございます。高穂さん、都心部と多摩方面は違いますね。確かに3度ぐらい変わるって言います。でも都心部はめちゃくちゃ寒いですよ。私は、どうなんだろう、今いるのは家なので、都心部なのか、まあ、ほぼ都心です。味噌煮込みスキーさん、同じく杞憂名古屋のパーソナリティさんです。こんばん味噌。こんばん味噌。屋根裏収納の断捨離してたら、段ボールの束が出てきました。あ、できました。空箱どんだけって。お疲れ様でございます。屋根裏収納の断捨離大事ですね。私も今年1年は整理の年と言われてますので、断捨離しまくりたいと思います。はい。この前、服捨てました。それから、税理士、滑り税理士、山中智文さん、岩田さん、安さん、こんばん、ラジオ。そういうの流行ってんのかな。
今日は寒すぎて危うく滑りそうでした。あなたはいつも滑っております。ありがとうございます。そしてね、お誕生日昨日おめでとうございます。山中さん2月22日ににゃんにゃんにゃんの日に生まれたということで、お疲れ様じゃない、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ダンサーさん番宣ありがとうございますということでコメントいただいてます。そして、Facebook ライブからも六角明夫さん、こばんはってきてますけど、こんばんはでしょうかね。ありがとうございます。中小企業診断士の六角明夫さんからのコメントです。滑り税理士さんが出た、今日は税理士の日だから、今日って税理士の日なの、教えてください。滑り税理士さんお願いします。ということで社労士の日も確かあったような気がしますけど、はい、ありがとうございますということでね、山中さんからもコメントいただいてます。はい、ということでですね、たくさんコメント今日もありがとうございます。こんな感じでご紹介していきますので、ぜひぜひ56分まで生放送をお楽しみください。では今日のゲストを早速ご紹介していきましょう。本日のゲストは京都でピラティスとアロマのサロンを経営されております岩田恵子さんにゲストとしてご出演いただきます。岩田さん、こんばんは。こんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと今日またはじめましてのご出演でございます。はい、あのね、なんかこうやって本当につい20分前ぐらいにお話をし始めた関係性なんですけど、ご出演ありがとうございます。ありがとうございます。京都からご参加ということで。そうです、京都も寒いです。京都今何度ぐらいですか？今ね、4度って出てますね。あ、そう、はい、ね、5度以下って寒いですよね。寒い、なんかね、京都ってこう温度で出てる温度よりもこう湿度が高いせいか体感温度がもう一つ寒いみたいで、はい、なんか他の県から来られるとやたら寒いとか暑いとか言われます。ああ、盆地の確か地形ですよね、京都。はい、だから夏はむちゃくちゃ暑いイメージがあって、で冬は寒いイメージがある。もうあの耐えてるのが京都って感じで、涼しい顔して耐えてるみたいな。すごい演技派が多そうだな。確かに。もう私耐えられないし、多分沖縄のね方も聞いてくださってると思うんですけど、あ、ちょっと救急車が、あの、うん、沖縄の方は多分こう3度4度って耐えられないと思いますね。そうかも。だってね、14度とか13度とかで、ね、めちゃくちゃ寒いってやっぱねおっしゃってて、一時、うん、2年前3年前ぐらいでしたっけ、一桁台7度ぐらいまで確か那覇市とか沖縄市で下がった時があるんですよ。超最強寒波が走って、すごい寒そうだなっていう時があったんですよね。確かに。一桁なんてちょっと信じられないぐらいなんですけど。沖縄ってヒートテックとかいるんですかね。ああ、多分来てる人いると思います。あ、これは必要なんですね。うん。たまにダウンコートっていうか、ダウンジャケット着てる人もたまに見かけますね、寒い時。でも、やっぱり、あったかい時は、まあ、1月とか2月でもやっぱ暑い日ってあって、でそういう時は半袖の人もいますよね。なんか1年間沖縄でなんかやっぱりいい時期に沖縄っぽい時期に行っちゃうので、ああ、なんか沖縄の1年を過ごしてみたいですね。ちなみに沖縄っぽい時ってのは何月を指すんですか？もうでも3月ぐらいから海入れたイメージなので、私今まで行ったのって多分5月とか10月とか、うん、はい、なんか、はい、めっちゃ夏って感じの。確かに5月10月は海入れますし、5月は梅雨時期とかなんで結構湿度高そうなタイミング。高かったですね。10月でも30度超える日が結構、うん、するから、うん、結構暑い日に行かれてますね。寒いのかなって感じです。冬はですね、やっぱり1月の後半とか2月、まさに今ぐらいは、うん、なんか寒いイメージが、寒いって言っても、うん、こっちのその3度4度の世界ではないけですけど、
ちょっと寒くなるイメージはあるかも。行ってみたくなります。ねえ、とね、この日本の本島に住んでる私たちからすると、すごい羨ましいぐらいの気温が。確かに。もうなんかこの家とか、まあ、家はまだしも、なんか屋内と屋外の気温差がものすごい激しくなるタイミングが今だから、なんかね、汗かくのが嫌で、嫌です。までそう考えなくていいかなって。うん、ということで、なんかすごいコメント来てるな。高坊さん、すごい、2月23日には何の日かを書いてくださってます。誕生日、税理士記念日、富士山、あ、富士山、確か、2月23だから、富士山。あと、風呂敷の日。ロータリー設立記念日、ロータリークラブの日。設立記念日。妊婦さんの日、うん、富士見の日、工場夜景の日。これなんて読むんだろう、わかんない。夫婦で妊活の日、ハローベビーデー、チーズタラの日。何これ、湯島、ゆうち、ゆみち、223の日、プレミアムフライデー。まあ確かに。国産、小ネギ、小ネギ消費拡大の日。これちょっと反対したい。天ぷらの日、乳酸菌の日、不眠の日。なるほど。いろいろある。本当ですね。そんなあると思わなかった。ねえ、たくさんありますね。うん、なんか、まさにヤンポーさんがね、今日が税理士の日だからって言ってくださったのがきっかけになってます。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。4度って、なんだこれ。カーブオフィザー。はい、ありがとうございます。沖縄の方でもヒートテック来てる方いますよって、沖縄出身のところです。沖縄で雪降ったことあるんですかね。どうなんですか。過去の記録では2回あったそうですね。少なくとも。ヤンポーさんもね、沖縄の方ですけど、俺みぞれが降った時に、縁側で半袖短パンでアイス食べながらしばらくくつろいでましたよ。千葉で雪をかぶって寝た人間ですから、確かに千葉にね、お住まいだったこともあるんですよね。はい、皆さんが、寒義園っていうんだ。寒義園の日というそうです。はい、コメントありがとうございます。さあさあさあ、あとは Facebook ライブからうちの母がね、投げ銭してくれました。ありがとうございます。お母様。知った ?Facebook って投げ銭システムあるんですよ。知らなかったです。スターっていう投げ銭なんですけど、これね、最終的にドルが円になって戻ってくるんです。なるほど。今日もなんかメタから振り込まれてました。円になった途端めっちゃ少なくなるじゃん。そうそうそう。そうなんですよ。結構まとまった金額になったらなんか戻してくれるみたいですけどね。YouTube もね、そうですね、スーパーチャットでしたっけっていうのがあるんですよね、うん、投げ銭制度。あれもまあまあ取られるみたいで、数量が。めっちゃ取られる印象があります。何パーセント、何十パーセントだったかちょっと忘れちゃいましたけど。はい、ということでですね、今日のゲスト、岩田さんのお話をお伺いしていこうと思います。はい、すいません、お待たせして。全然、面白いです。本当ね、ラジオっぽいですよね、こういう話してると。こういう流れか、みたいな。そうそう、そうなんですよ。結構やっぱり皆さん、リスナーの皆さんに、なんか優しい話をすると、たくさんコメントをいただけるんで、うん、まあ、できる限り優しくお伺いしていこうと思います。はい。まず、お生まれは京都ですか？そうです。生まれも育ちもずっと京都ですね。もういいですね。京都市内ですか？京都市内です。都会ですね。なんか、ほどよく都会、ほどよく田舎なのが京都なのかなと。歴史的な建造物も多いですしね。そうですね。うん、やっぱ住む人からしたら、だいぶもう当たり前の光景っていうか、なんか、何しに来てんのって感じですか、観光の人たち。多分なんか、ずっとそこに住んでると、やっぱりそのすごい価値、とか、なんか特別じゃないので、有名なところも別になんか、
あまり行か、まあもちろん行かないし、行ったことなかったりもするので、なんかそんなもんなんですよね。そんなもんかもしれない、確かに。あ、高穂さんは、生命神社に行きたいです。あるある。安倍の生命の生命神社ですよね。案外ちっちゃいですよ。本当ですか、うん、ちっちゃいね。狭い、その敷地が。狭い。はい。もっとなんか壮大な感じであんのかなと思ったら、大きい通りに面してて、ポンってあって、あ、これだけみたいな。案外そんな感じですよね。そのなんか言われてる場所って、例えば、札幌の時計台とかも、ちっちゃってなるんですよ。なんか、そうなんですね。なんか、テレビとかだとすっごい大きく映すじゃないですか。いや、間違いない。多分そういう技術というかスキルだと思うんですけど、実際行ってみると、あ、こんだけみたいな。確かに、あの、京都の有名なあの、清水寺も初めて行った時そう思いましたね。本当ですか。清水寺は、ああ、まあでも確かにコンパクトな感じしますね、行くと。はい。なんか京都はね、全体的にやっぱりコンパクトですね。ああ、確かに。自転車で結構ね、なんか回れる印象があって、そうです。前、京都行った時に、やっぱりなんか、電車でもいいんですけど、自転車で回ってみたいなと思って、結構なんか、縦断した記憶があるんですよ。あ、すごい。もう、30、40分ぐらいかな。結構、ちょこちょこ、こう、なんか、寄り道しながら、3、40分ぐらい行きましたね。あれ、どこ行ったんだったっけ？忘れちゃったな。でもなんかそうやって自転車とか歩きでちょこちょこ歩いてると、なんか古くて小さくていいお店にいっぱい遭遇するので、なんかそういうのがいいかもですね。観光のなんか本とか読むより自分で歩いて、自転車に行ってとかの方が。そう。なんかその方が街並みを感じられるっていうか。本当にそうです。もうなんか、すごい行列ができてるラーメン屋があるな。あります。ありますよね。まあどこでもある話かもしれないけど、なんかそういうのを見るのがちょっと楽しいなって思う。ああ、確かに。なんかね、大体行列ができてるとこは、本当の京都の人は大体行かないんですよ。ああ、やっぱ観光客の方々が並んでる。絶対それですね。あ、なんかわかる気がするな。はい。こじんまりとしてるんですねって。去年清水寺行ったら同じく外国人天国でした。山中さんから言ってます、うん。確かに。そうなんですよね。今もそう。すごいですか、やっぱり外国の方。すごいですね。やっぱコロナ前にも全然戻っているので、はい。もうバスとか乗っても電車乗っても外国人ばっかりで。うん、はい。ですよね。みんなやっぱりああいう日本の昔ながらの文化を体感したいっていう方は多くいらっしゃるんでしょうね。まあ、みんな京都好きでありがたい。ね。来ていただけることはすごくありがたいですからね。本当に。うん。そんな中で、あ、なんか他にも。はい。Facebook ライブの方から。すごい、六角さんが、からコメントが来てますが、京都市内は海外からの観光客がたくさん来るので、市民がバスに乗れないっていう噂を聞いたのですが、本当ですか？あ、でも確かに、はい、結構乗れない、ま、時期にもよりますけど、全然ありますね。本当に、なんか、まさに同じようなコメント、高子さんから、ツイキャスですね、住民からの苦情もあるようですね、交通の面でって。あると思います。だからなんかもう賢く、もうこの辺は混んでるからもうこっち行こうとか、なんかそういう、なんか対策みたいなのも個人個人でやってる感じはします。ああ、なるほど、うん。やっぱり工夫をしていかないと本当にすごい波に巻き込まれちゃう可能性が出てくるってことなんですかね。さらに今年は大河ドラマの影響で国内からの観光客も増えたりするかもしれませんね。そうですね。光る時に、え、あ、そうか、そうか、それか。あ、すごいな。でも、しかし、みんな、よく知ってるな、いろいろ。いつもなんか、勉強になる。オーバーツーリズム問題。すごいみんな。本当ですね。よく知ってる。ですね。真ん中で、はい、あ、どうぞ。あ、
京都駅っていうやっぱり一番大きい駅に行くと、もうここはどこの国なんだろうって思います。日本人の方がほぼいないみたいな。ああ、やっぱり地元の方はそんなに京都駅って立ち寄らないのかな。そうですね、行かないですね。はい、移動はまあある程度鉄道網は発達してるでしょうけど、はい、それ車の方が多いのかなとか、どうなんだろう。ね、京都はね、やっぱり狭いので、やっぱ交通機関、バス、電車ですかね。あ、なるほど、なるほど。その辺は結構東京と似てます。なるほど。はい、山中さん、お土産売り場で木刀と手裏剣見るとテンション上がりますね。なんか誰か殴りたいんですか。ストレス溜まってるんですか。本当ですね。ストレス溜めてるならちょっといい発散場所知ってるの教えます。あ、そうですね、そんな人におすすめな京都の私のお気に入りスポットがぜひありますけど、あの座禅ができるお寺がまあいくつかあるんですけど、はい、座禅、私毎日座禅に行ってまして、うん、そうねえ、なんかねえ、いつの間にか、はい、毎月行くようになったんですけど、座禅がすごく身近にあって、いつでもできるのが京都なので、まあ、それこそこう、しばかれますから、面白いと。パーンってやられるやつ。そうそうそう。あれ体験できます。マジか。ちゃんと、あの、痛くないとこ叩いてくださるんで、あの、わかってらっしゃって。あ、なるほど。あれって、なんか、肩を直接バーンって叩いてるっていうよりは、なんかちょっと違う角度で叩いたり。そうです、そうです。はい。絶対痛くない場所をもう分かって、あの、きちっと叩いてくださるので、はい。すごーい。面白いです。うん、なるほどね。座禅はでも、ちょっと心のね、なんか頭の中がいっぱいになっちゃってる時とか、なんか無にできそうな感じがする。あんまり。そうです。なんか座禅、今ね、結構人気で、まあ、私はなんか趣味みたいなんで行くようになりましたけど、もともとこう、数人しかいないところが今もう、朝行ったら50人とか。すごい。しかもなんかね、やっぱそうなんですよね。私もそうでしたけど、座禅って無になることだと思うじゃないですか。はい。無になることではないっていう。あ、違うんですね。そうなんです。ないんだ。あら。意識が変わるかもしれない。そう、別になんか浮かんできてもいいんですけど、考えとか、足痛いなとか、はい、そういう自分を観察する時間？へぇー。私ってこの考えがずーっと気になってるんだなぁとか。ああ。なんせ眠いんだなぁとか、いや、足が痛いんだなぁとか、あ、集中できない自分がいるなぁみたいなのをちょっと俯瞰してみる。面白いです。毎日違うので。ああ、面白いかも。それ定期的にやってると、なんか心の変化とかが分かるようになりそうですよね。めっちゃ分かりますね。それこそあの、2年ぐらい前に初めてやった時は、やっぱりもう、じっとしてられないので、もう10分でも長く感じたり、とにかくもう体のことが気になるんですよ。足が痛いとか。だから思考の方にまず行きたい。体って。へぇー。すごい。確かに体との戦いだな。なんかその同じ姿勢を保つとか。なんか今でもこうやってね、喋ってる間にも何回かやっぱり足の組み替えとかしちゃいますもんね。そうです、そうです。なんか座禅ってそう、体が整うと、自然と呼吸が整ってきて、最終的に心が整うっていう、もうそういう仕組みなんですって。なんかそれはわかる気がするなぁ。ね、うん、だから初めから心を整えに行くんではないというか。うん、まずは体を整えるっていう。そうです、そうです。それがね、まさに岩田さんのお仕事でもあったりする。本当にそうですね。はい。その、岩田さんのお仕事の話、少しさせて、お聞きしたんですけど、はい。ティーケアを、はい。いらっしゃるということで、
そうですね。うん。赤、お聞きして、まあ、今回のご縁をつないでくださったのが、我らがピカリン、田中一郎さんなんですけど、まあ、この番組は結構有名で。あ、へえ。ピカリンって言うとみんなピカピカ言い始めますからね。ぜひ、よろしくお願いします。そう。そのなんか、ボディケアの、ボディケアとか、ピラティスとか、アロマとか、結構いろんなことをこうやってるよっていうふうにお聞きしてはい。はい。実際に先ほどご紹介の時も、はい、アロマとピラティスっていう話をしたんですけど、うん、はい。実際にはどういう感じでサロンやってらっしゃるんですか？そうですね。京都の中でも少し静かな緑の多い北山という地域でやってて、はい。はい。で、まあ、一部屋のこうサロンでですね、まあ、私一人でやってるんですけれども、のんびりやってて、そうですね。まあ、もともと私がリラクゼーションサロンで働いてたんですね。おぉ、なるほど。はい。5年ぐらい店長をしていて、まあ、疲れた人が来て、こう腰を揉んだり、肩を揉んだり、こう癒しみたいなのを与えてたんですけれども、なんかそれをやってるときに、なんか揉んでも揉んでもまた凝るんですよね、人って。そうなんです。そうですよね。そう思いますよね。腰痛いな、楽になったな、でもまた凝りますよね。すぐ、戻る。なんかもう、それがしょうがないって思ってたりしませんか？もう思ってます。諦めてます。そうですよね。なんかね、受け止めちゃっていて、みんな凝ってるからそれが当たり前だよねって思ってたんですけど、私も。はい。でもなんでそもそも凝るのかなとか、っていうのを私なんか割と考えるタイプで。うん。すごい。で、そう、凝るっていうのは、まあ、そこの筋肉が固まったりとか、血流が悪くなってるってことですか？ああ、そうそう。でもそれって、その肩が悪いわけでもなくて、どこか体のある部分がちゃんと使えてなかったり、支えられてないから、そこに力が入っちゃう結果だけなんだな。なるほど、うん。なんで、その結果の方ばっかりいっぱいやっても、その根本のところが使えないと、そっちで支えないから、いくらでもその肩ってこうって腰もそうだけど、はい。その、じゃあどこが使えないんだろうっていうと、結構こう、現代人は足でちゃんと踏めてなかったりとか、あとよく丹田って言われる、まあ、おへその奥の方ですね。昔から。うん、ここ、に力を入れて立つってことが結構できてない人が多くて、うん、ってなると支えるところがこう不安定なので、まあお家と一緒ですよね。下がグラグラだと上ってもうグラグラみたいな。確かに土台がね。そうなんです。はい、整って。なんで、そう、そっちを使えるようにしないとこれ永遠一生終わらないよねみたいな感じで気づいて、うん、確かに。それに対してアプローチできるのが、割とこう、ピラティスっていうエクササイズがすごく適してまして、なんで、揉んでも揉んでもやっぱり良くならないので、少しその、使えてないところをちゃんと使えるようにする。っていうのと、まあ、組み合わせた方が、もっともっと体が良くなるし、あと、私ずっとピラティスをもう12年ぐらいやってるんですけど、あと、周りにも、そういうインストラクター、ヨガとかピラティスやってるインストラクター多いんですけど、なんかその人たちの体をマッサージさせてもらうと、結構みんなガチガチに硬いんですね。ああ、やっぱりなんか言いますよね、それね。そう、なんか良くするための体操というか、動きをしてるはずなのに、なんでこんな体ガチガチなんやろうって思ったことがあって。うん。でもやっぱりそれはね、なんか自分流にいいことをしてるんだけど、はい、自分流なので、はい、やっぱりどっか固まっちゃうんですよね。なるほどな。で、それは、やっぱりその、少しマッサージとかで緩めてあげた方が、アロマとかね、緩めてあげた方が、よりまた、いい状態に、こう、トレーニングとかもしていきやすいんですよね。ちゃんと疲れを取った方が、リセットした方が。はい。なので、両方が、緩めたり癒したりっていうのと同時に、ちゃんと整える、使えるところを使えるようにしようねっていう、整
その両方ができるとこってないのかなって探したら、はい、なんかトレーニングはトレーニングばっかりするし、うん、なんか癒すところは癒すしかしないし、うん、両方できるとこないやんってなって、もう自分でやろうと思って、あ、すごい。やり始めたタイプです。すごい。その発想もまたすごいなと思うし、確かに両方やれるところってあんま聞いたことがないなって今私も思いましたね。ねえ。どっちかって話してますよね。そうなんです。自分が得意な方ばっかりね、やるんですよ、人って。まあそういうもんなんですけど。まあそっちの方が大半っていうか、なんか、整えるっていうことと、いわゆる対処療法的なことをするっていうのはね、なんか、似ているようで違うアプローチだったりするから、器用に両方対応できるって、なかなか難しいことなんだろうなって。そうですね、本当に。確かに思いました。あとそれで、あ、ごめんなさい。はい、あとなんかほら、まあ、整骨院とか、ゴッドハンドの先生がいるとことかってあるじゃないですか。はい。そういうとこ使うのももちろん一つの手ではあるんですけど、なんかそこに行った時だけそこが良くなるんだとしたら、はい、戻っちゃうとね、一生そこに通うのかっていう話になるじゃないか。はい、そうなんですよ。なんか永遠に行かないと行きたいのかなって思っちゃう。でもそれはなんかもう依存なので、やっぱり自分で自分の体は良くするものだということを、やはり自分で学んでいく方が、うん、ね、本当だったらマッサージだって、そういう整骨院だって、トレーニングだって行かずに、普段の体の生活だけで良くなるはずの体なのに、うん、なんかどこかに行くことで、なんかこう、帳尻合わすって、お金も時間ももったいないなって、なんで、自分で、自分の体を良くしていける方法、使い方っていうのをこうお伝えしている感じですね、私は。なるほど。ってことは、なんか本当にただやるっていうか、施術するっていうだけじゃなくて、なんかその自分でも、そのサロン、矢田さんのサロンを離れた時でも対応できるように、そのポイントをこうお伝えするっていう。そうですね。知識を教えてるって感じ。うん、なるほど、すごい。まあなんか、ね、なんか行かなきゃ整わないってこう思ってる方からしたら、普段の生活で自分で整えるきっかけをもらえると、なんかその行かなきゃ、うん、ダメだっていう概念もね、こうだいぶ変わってくるのかなって思います。そうそうそう。本当にそうですね。なんか、病院もそうですけど、行ってるから安心とか、やってるから安心みたいな、やってる感に浸っちゃうところって、まあ自分もそうですけど、あるじゃないですか。そうですね。まあ何でもそうですね。ダイエットもそうだし、サプリメントとか全部そうですけど、でも本当にそれが効果を出していて、本当に必要なのかなって、まあちょっと断捨離してみるのね、すごく大事なのかなって思った。確かに、まさにここもまた断捨離ですね。断捨離です。大事ですね、本当ね。確かに、なんかずっと溜め込んじゃうとね、家でも物が溢れ返ってくるようになると、うん、もうなんか心もおかしくなっていっちゃうのと一緒で。そうなんですよ、ね、体持って詰まってると、そうそうそう、いろんなことやってると、うん、何が効いてんのかとか、うん、わかんないんですよね。入っちゃうかもしれないです。そうそう。だからそれって本当に体のこととか生活のことであるように見えて、メンタルであることがやっぱりすごく強くって、やっぱり自分のね、心が不安な時って、ね、いろんなもので補おうとするから、いろんなものを持っとこうって思うから、多分欲がいっぱい出るんですよね。でも自分がちゃんと自分で満たせてたら、そんなにたくさんのものいらなくないっていう感じ。ね、心を整える、体を整えてるようで心を整えましょうねみたいな。ああ、確かに。うん、これはやっぱり大事なことなんだなと思って。おお。コメントがツイキャスからも来てて、
あ、ピカリンね、イチローさん、ピカリン、ピカピカ光るピカリンっていっぱい書いてあります。イチローさんのこと。人気者。人気者ですね。ヤンポーさん、俺は骨が歪んでるらしいですが、それも大変。骨が歪んでるの？骨が歪んでるってどういうことだろう。骨ってね、硬いから、あんまり歪まないんですよ。もう。背骨って歪んでるってよく言われる人とかいるじゃないですか。ああ、はい。背骨は、なんかこう、一つずつ、その、椎間板で繋がってるので、結局一本の、なんていうの、木みたいにはなってないじゃないですか。動かせるよ。はい。はい。でも骨自体ってね、その、今言ったみたいに、硬いので、石のように。あんま歪まない。まあ、先天的な病気は別ですけど、つないでる筋肉の使い方が強かったり弱かったりすると歪みますね。ああ、確かに。うん。なんか、何でしたっけ？わかりやすいのは、歩くときに、なんか右に重心が寄った歩き方をしてると、なんかその、なんか左右の足の長さが変わってくる。と、だから、ほとんどが自分の知らないうちに築き上げた癖、習慣によって歪みが作られてるんで、いくらすごい人に骨だけ元の位置に戻してもらっても、自分の使い方を変えない限り、また戻っちゃうんですよね。そうなんです。なんで使い方。すごい瞬間で戻る。あ、そうです、そうです。1日とかそういう単位じゃなくて、もう、なんかすぐさま戻る印象があるんです。そう。だから、ねえ、あ、椎間板ヘルニアの子があるんだ。なるほど。うん、あ、それはそれで結構ね、あの、なんか骨の歪みっていうか、なんか、ちょっとこう、詰まりっていうか、並び方にね、少し、なんか、異常が出てきちゃうケースとかもありますよね。そうですね。なるほどね。ピラティス興味あるけど、膝が簡単に曲がらないから躊躇する。ああ、確かに、みそにさん、ちょっとね、お膝の、なんか、状態のお話を返してたんですけど、はい、ちょっとそういう、膝が完全に曲がらないなぁとか、いう場合でも、ピラティスできたりするんですか？全然できますっていうか、むしろそういう人に、すごくピラティス合っていて、私でも、ただ、ピラティスだけが全てのエクササイズの中で一番いいみたいなことをあまり言いたくなくて、知らないだけで多分いっぱいあると思って。ただ私が知ってるピラティスは、もともとドイツで生まれて、本当に兵隊さんがね、もうなんか、怪我して帰ってきて、もう足とかない人とかで、そういう人が正常の生活を送るために生まれたのがピラティスなので、リハビリなんですよね。まさしくその膝が曲がらない。その中でもどうやったら、ちょっとでも他の部分にね、負担がかからないようにとか、その膝がもうちょっと痛くなく使えるようにする動きとか、いくらでもあるので、なんかお近くにピラティスやってるとこがあったら、一度、人生に一度だけでも、なんか試してみてほしいなと思います。おー、それはちょっと私もすごい興味が湧いてきました。私もなんとなくピラティスって、まあ、ちょっと、なんか知り合い、周りの人とか結構やってる人いるんです。提供してる方じゃなくて、受けてる。はい。はい。私はなんか、あんまりちょっとこう、興味が湧きにくいところがあって、まあ、単純にやってないだけだから、なんですね。はい、でも今の岩田さんのお話、言葉を聞いて、なんかすごいやりたいかもって思いました。そっか、ドイツで生まれたんだ。知らなかったな。そうなんです。ピラティスさんっておじさんが作ったんですけど。ははは、そっか。兵隊さんですね。そう。なんか、でも、はい。なんか、すごい女性に広がってる印象はあるけど、男性が、から始まったものなんだ。そうなんですよ。そうですね。何でもいいんで、まあ、ピラティスだけじゃなくてもそうですし、やったことないことって、可能性いっぱい秘めてるんで、やってみて違うなって思えば別にやらなくていいんで、やってみたらそれがすごい人生を変えるものだったってことも、ね、ピラティスだけじゃなくていっぱいあるんで、なんかこういうご縁で、なんかはって思ったらやってみてほしいです。
おお、ということでございます、みそにさん。なるほど。そういう人こそできるとは興味深いっていう。そう。私、ピラティス12年やってて、身長5センチ伸びましたね。すごっ、5センチ、うん、なんかあの、関節と関節の間をね、ぐっと引き伸ばして、あの、つまらないようにして動いていくんですよ、ピラティスって。なんかちょっと特殊な体の使い方なんですけど、だから股関節詰まってる人とか、さっきのヘルニアの人って骨と骨の間がぐちゃってなって飛び出して神経触るって、そういう人に向いていて、私よっぽどこう重力に押しつぶされてたんだなって今になって思います。怖っ。知らず知らずに重力にやられてるかもしれない。そうなんですよ。わあ、すごい。それはめっちゃやりたくなってきた。ヤンポーさんも、みそにさんも、あと、歩いてるとよく足引きずってますけど、お怪我されてますかって言われます。ほら、元気はつらつなんですがってコメントくださった山中さんも、みんなピラティスできますよ。うん。一回やってみてほしいです。うん。ぜひやってほしいですね。今日はみんなの体が整う貴重な回かもしれない。嬉しい。体から整えて、最終的にね、その呼吸が整って、心が整ったら嬉しいなと思います。本当ですね。なんか、心を整えますみたいな方もね、当然いらっしゃるんですけど、やっぱりさっきの座禅の話じゃないですけど、体のことが整うと、自然と思考の方にちゃんとフォーカスできるようになるっていうのもね、まあ、とっても興味深いし大事だなと思いますね。ねえ。はい。六角さん、フェイスブックライブから、私はウエストを1ヶ月で5センチ増やす自信がありますって。これはね、食べれば増えるかもしれないですね。確かに。あ、食べてすぐ寝ることですね。本当だ、幸せ。歌川さん、ピラティスとかけまして、ネズミ小僧に狙われた、うん、何これ。なん、土蔵と解く。ほう。その心。うん、やっぱり体。ちょっと待って、土蔵ね。土蔵。難しい。頭いいですね、その人で。なんか、いや、なんか面白い。すごいんですよ。高穂さんって、あの、毎週、お仕事が終わった後に聞いてくださるときはコメントをくださるんですけど、いつも整えてくださるんですよ。すごい。岩田さんが体から心を整えているとしたら、高野さんはマジでこの整える人なので。最高ですね。面白いですね。すごいなと思います、いつも。即興できるから。本当ですね。ね。沖縄大好きさんがこんばんはってコメントくださってます。ありがとうございます。で、結構、あ、高穂さん、そんな高穂さんは過去を引きずってます、わらって。おーおーおお。どんな過去だろう。ね、それはそれで気になりますね。本当です。はい。過去こそ置いていきましょう。今を生きないとね。本当ですね。今を生きないですね。はい、デッカーズさん、痛風の人も足を引きずりますよって。そこ。痛風の人は、ちょっと食生活かな、変えるのは。そうですね。まずはね、あの、うん、自分が食べたいものを食べる日も作ったらいいですけども、ちょっと体に、今日は体に優しいものを食べようかなっていう日も、一日ね、作ってほしいですかね。大事ですね。大事です。なんか結構みんな大丈夫かな。イエローカード出てるけど。それはちょっとって、今の話、今のコメントに対するイエローカードが出ております。結構皆さんね、楽しんでるみたいでよかったです。よかったです。でも、体とね、心を整えるっていうのは、今を生きる人たちみんなの大きな課題だと思うので。そうですね。職業とか年齢関わらず、そうですね。うん、ね、本当に。特にやっぱり年齢重ねてくると、自由が効かなくなってくるところもあるから、でもこれ、例えばですけど、あの、岩田さんのお客様でもいいし、はい、まあ、一般的な話でもいいんですけど、そのピラティスとかもそう、なんだろう、こう、いろいろ工夫をして、生活をしていくと、はい、何歳ぐらいまでは、なんか、体に不自由なく生きれるんだろうと思って、中には、100歳超えても自分の足で歩ける人もいるわけじゃなくて、はい。
そのなんか事例っていうとあれなんですけど、うん、あります？こういうふうにするとなんか体整ってこう健康みたいな人のなんかもしエピソードとかがあったらみんな気づけられるかなと思って、ね、何歳でも諦めないっていうのが多分一番大事で、なんかもう60過ぎたから今更ピラティスもなとかじゃなくって、なんか80歳から始める人だっているし、あとピラティスとかじゃなくってね、一つは楽をしないってことだと思います。楽をしない、なんかね、今すごいあるあるだなと思うんですけど、日常の通勤とか日常遊びに行くときとかにエスカレーターに乗ったりとか、一駅なのに電車に乗ったりとかするじゃないですか、しますよね。それしてるのに週末にお金をかけてジムに行ってたりとかしません？そうなんですよ。だからそこをサボらずに階段をちゃんと上がったりとかやれば、多分ジムに行かなくても大丈夫なんですけど、どっかでサボってる分をやってる感で補ってることが多いと思うんですね。で、昔の人ってすごくって、昔ほらベッドがないから床に布団敷いてて、重い重い布団を押し入れによいしょって毎日持ち上げて多分しまってたじゃないですか、はい、あれってもうスクワットなんですよね。確かにそうですね。で、和式トイレもやはりスクワットなんですね。確かに。だから不便さってやっぱり体を強くした部分があって、昔の人はやっぱりその不便な中、それしかなかったからですけどね、やってきたから、うん、例えばこう京都から江戸まで東京まで歩けたりとか、江戸時代ぐらいまでの人って女性は子供が13人ぐらい産めたんですって。でもなんか今もう一人でも交通事故だぐらいの感じじゃないですか、うん、なんでそれぐらい便利さって便利なんですけど、私たちの便利さで埋めちゃうと、もともと持ってる体が頑張ろうとする力を失っちゃうんですね。確かにそうかも、はあ、だからなんか、まあ、便利なものを使うなとは言いませんけど、一旦これって本当に必要かなって、うん、まあ、それも断然につながりますけどね、なんか思ってみるのも一つかなって思います。なるほどね、まあ、これはね結構ドキッと思った人多いんじゃないかな。コメント来てますね、ドキッて。ドキッてコメント来てますし、みそにさん、管理栄養士持ってても自分も家族も管理できてないとか。たかぼさん、沖縄の人は数分のところへも車で行きますよ、笑って。岩田さんのおっしゃる通りですねって。はい。結構やっぱね、みんな気にしてますね。私も言い当てられたなって今なんか思っちゃった気がするもん。そっか、確かにスクワット、なんかお手洗いのことで思い出したんですけど、はい、若い子とかが、うんうん、かこう駅とかでもなんか商業施設とかでもすごいトイレ並んでて、うん、でその中で和式の部屋が空いた時に、その若い子が私和式できないんでって言われて、うん、なんか先どうぞみたいな、うん、何回か譲られたことがあるんですよ。で、私そういうのって自分がまだ生まれてちっちゃい時っていうのはもう和式当たり前だったから、はい、全然気にならないんですけど、まあできれば、やっぱなんか洋式の方がちょっと楽ではある。うん、楽ではある。でも別に和式でもできないわけじゃない。だけど、できない子がいるんだっていうのがすごい衝撃だったんですよ。初めて。ね、多いんですって。みんな洋式で育ってるから。そうです、ね。でも私もね、和式が子供の頃があったからなんですけど、うん、和式って素晴らしくって、あれもあそこに座るだけで股関節と足首のストレッチになってるんですよね。で、さらに自分がしたものをそのまま見れるでしょ。うん、確かに。だからもうそこで自分の健康が見れるんですよ。今日の便はどんな量でどんな色なのか、尿も。でも洋式になってから自分がしたものすらも見ずに流すでしょ。確かに。答え合わせしてないんですよ。ああ、そっか。知らない人は大勢いそうですね、そうすると。だから、どんなにいい食べ物を食べて、
サプリメントを飲んで健康法をやってても、うん、その結果の答え合わせをトイレで見てなかったらやってる感だけなんですよね。危なー、怖ー。ちゃんと自分で答え合わせ毎日ね、ちゃんと出てるものを見ましょうねって感じですね。確かに。あ、そういうことか。うん、あ、なんか言われてみたら本当にそうだなって、すごい今日なんかもうドキドキしてますね。なんか結構ね、健康ってすごい知識がないとできないのかとか、なんかね、専門的なって私思ってましたけど、日常をめちゃくちゃ丁寧に生きたらいいだけなんだなっていうところにたどり着きました。本当にそうですね。うん、昔からやっぱり大事にされている文化ってそれなりの意味だったり効果があったりするんだなって、うん、まあ、お話を聞いてても改めて感じましたね。勉強になる。ヤンポーさん、ヤンキーのうんこ座りは、うん、今のヤンキーだからヤンキー座りできないんですよ。そっか、うん、ヤンキー座りの概念が変わってるかもしれないんだ。じゃあもうお尻ついちゃうらしいね。やば、足腰弱ってる証拠だ。弱ってます。弱ってることにも気づいてないですね。うん、本当ですね。そんな中、みそにさんは通勤が1時間半で階段や乗り換えで勝手に足が鍛えられてるのもありますねって。素晴らしい、うん、本当に通勤が1時間半はなかなかハードだとは思いますが、ただ歩く距離とかやっぱその階段の上り下りがあるので、うん、という意味では疲れにくくなる体が作られてると言えますよね。うん、確かに。うん、やっぱり違うところで全力投球しようと思って、うん、エスカレーターとかエレベーターに超積極的に乗っちゃうんですよ。ここから改めようと今思いました。なんかそのちょっとがね、ヒップアップだなとかね、なんかちょっと思うといいかもしれないね。確かに。なんか今その移動でね、めちゃくちゃ重いリュックを背負ってるんですよ。ああ、そういうこと。体が歪む原因になるんだと思ってるんですけど、うん、なんかリュックも両肩に、まあ、等間隔で負荷がかかるって言えばいいのかもしれないけど、でもなんかやっぱ5キロ超えちゃうとちょっとやりすぎかなって最近思ってて、結構多分私7、8キロぐらい、10キロいかないぐらいのリュック背負ってる。なかなかやめた方がいいかなと思ってきました。ちょっとあの鍛錬というか、はい、お腹にちょっと力を入れて歩かないと腰にきそうですね。肩もそうですけど腰にきそう。腰も痛いんです。そうです。いや、耳が痛いです。一回あの東京だったらね、いっぱい多分、はい、スタジオあると思ってやってみてほしいです。分かりました。岩田さんはオンラインとかでは行ってないんですか？はい、あ、オンラインでもね全然はい、やってます。ただやっぱり初めてだとなかなか細かいところが見れないので、一度はお越しいただいた方がより細かい指導はできるかなって思います。なるほど、了解しました。ぜひ皆さん、はい、京都に行かれた際、はい、北山でねサロンやってらっしゃるので、ウェルネスガーデンというお名前ですね。はい、はい、アロマとピラティスのサロンやってらっしゃいますので、ぜひ皆さん心と体を整え京都へ行かれてみてはいかがでしょうか。あれ、どっちが主目的か分からなくなったけど。京都の街並みも探索しつつ、そして岩田さんのサロンでも整えつつで、もう整いまくる旅行をね、うん、京都に計画立ててみるのもいいんじゃないかなと思います。あ、宜野湾の山内社長が、こんばんは。こんばんは。京都は毎年行きたいって。おお、私も沖縄毎年行きたい。お、ぜひ、ぜひ。沖縄に行ったら、宜野湾のスタジオがあるので、今、リフォーム中ですけど、もうすぐしてると多分綺麗になるんで、うん、はい。もう行きたいですね。あったら、あ、交換しましょうって。そうです。交換交換しましょう。交換、あ、沖縄と京都でね。ヤンポーさんがさっきからなんか言って、ピラティスを受けたらティラミスはもらえますか？自分で買ってください。い
未だにね、結構間違える人、間違える人に多いですね。そうですね、噛んじゃいますね。はい。ティラミスキャンペーンってやってもいいかもしれない。ご褒美。ティラミスがあったら、ティラミスご褒美でプレゼントとかもいいかもしれない。いいですね、いいですね。はい、今日もコメントたくさんありがとうございます。なかなかね、全部を言い切れてない部分もありますが、今日はゲストとして京都でアロマとピラティスのサロンを経営されております岩田恵子さんにご出演いただきました。岩田さん、あっという間でしたかね、どうだったかな。はい、すっごいあっという間でびっくりしますね。自分から言わせたみたいになっちゃった、今そういうつもりなかったんだけど。よかったです。なんか楽しんでいただけたなら嬉しいです。はい、おは、聞き上手な牛さんの、さすがの、はい、楽しめました。やっぱり、コメントもね、すごい盛り上がってたので、アロマの話がもっと聞きたかったな、っていうことなんで、ちょっとだけ、あとの番組の終わった後、Facebook ライブをやりますので、そこで少しアロマのお話聞こう。そう。なので、聞きたい人は、Facebook、私の Facebook ライブにぜひぜひお越しください。はい、この番組は、そういった、Facebook ライブとか、YouTube ライブ、ツイキャスライブとかもやってますけど、Facebook ライブでは私のね、タイムラインでやっておりますので、ぜひ、やすさやかに検索していただくと、皆さんご覧になれるようになっております。はい、ということで、今日のゲスト、岩田恵子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。そして、パーソナリティはコンビニ社労士の安さやかでした。山中さん、完全に言わせましたねって、うるさいよ。言っちゃった。でも最近みんなそう言ってくれるからね。ついつい言っちゃいました。ということで、ありがとうございました。皆さん、ぜひぜひ来週もお楽しみに。この時間になったらお会いしましょう。さあ、ということで、この後は Facebook ライブも一緒にやっていきます。気になる方はぜひご参加ください。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。また来週お会いしましょう。なんか、まあ